大宮にジャンクが出ちゃうんだ。あー、ほんとだ。ここのね、ビールそのものがね、大宮空論町と言われてる。これじゃねえ。意味がわからないでしょ。これね、これ全部同じビールだ。階層違うの分かる。こっちがさ、4階じゃん。でさ、あっち5階じゃん。4階じゃん。6階なんだよ。で、4階なんだよ。これさ、どういう意味がわからない。これ一つ、ね、一つのビール。画面で合体しちゃってんの。あ、そういうこと？この縦長のこの5階みたいなやつ。これが一つのビールなんだよ。でも、なんか全部が同じ個人経営のビールだから、合体させてみたみたいな感じなんだよ。あ、そういうこと？これめちゃくちゃじゃん。これが空論城みたいな感じなんだよ。で、まあ今話聞いてるのに、これからも空論城って買おうと思ってる。あんまね、そんなね、面白いもんではないかもしれない。ちょっと興味本位に来てみただけだから。じゃあ行っていきましょう。はい。ちなみにここの今から行くところのそのね、通路というかね、その道はね、一つだけお店が入ってて、それがメガネの方が確かメガネ店だけ入ってる。あー、メガネ店か。あ、これか。それ行ってみたいな。これはあんだけど。これ？これなの？これっぽいぞ。あ、これか。これっぽいぞ。近っ。近い以前の問題だね。本当だ。組み合ってくるのでしょうか、果たして。どっちがそんな面白くないのかな。ああ、え、もう出口じゃん。めっちゃそのメガネだろ、面白くない。あ、後ろ？めっちゃその出口っぽいもんね。だよね。あっちか、あっちか。メガネの方があっちに通路があったじゃん。あっちがいい感じ、いいって感じになってた。あ、ほんとだ。正直行ってもいいのかな感はね、なんかあるらしいよ。そうなん？うん。あ、ない。あ、でも確かにそうだ。スタッフオンリー的な感じが。スタッフオンリー的な感じあるよ。あ。オンリー感じてた。メガネの方が悪いんだ。すげえ、なんか来ちゃっていいのこっち。今のとこ注意がされていないぞ。今のとこ注意がされていないぞ。割と向こうの出口あんじゃない。ね、微妙だよねこれ。これドキドキするんだけど。大丈夫かすぎて。ワンちゃん、なんかどっかに繋がってるとかない？あるかな。規制線入っちゃダメです的なやつ、これ立ち入り禁止。はい、でもいいじゃない。上繋がってみて。これ本当にクーロンで繋がってるじゃん。おあれ、これどこに出んだ、どこに出んだこれ。あれ、戻ってきた。なんというか近道でもなく、なんつうんだろう、ただディープスポットが醸し出される始末。ああ、なんかあれだからさ、もう一回行ってみる。ああ、行く。うん、あ、ラーメン屋近くなるしさ。まあ、出口変わるかもしれない。このなんかね、怪しめの DVD 店の階段が降りてくる。ここまで、まあ、欲しいのが、まあ、買いに来たのかな。
ごめんなさい、で、ここまで OK。 入り口ここかな、あれってなる。なんか明らかにスタッフオンリーで書いてあるんだよな、もう道なんだよな一応。でもそこがさ、明らかにさ、なんかさ、調理してるんだよね。ね、小川があるじゃん、帰ってきたわけじゃん、ね、一応奥出てみる、どこに繋がるのか。そうだね、うん、なかなか奥見てないから、うん、出口あるだけって感じだ。そう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 、うん、なんかすんごいしょうもない感じのスポットでしょ。すごいしょうもないよね。でもね、ここね、東京が栄えるまでまではね、だから大戦終了時ぐらいで、まあここを東京みたいにしようっていう計画だったらしい。てか実際栄えてたらしい。ああ、もっと栄える予定だったの、うん、そう、あのデパートとかがデパートになったんだよ、ここは。デパートだったわけだけど、伊勢丹とかいろんなのが出てきちゃったからやられたっていうわけです。完全な地下道で。ラーメン食いっか。うん、これ微妙なワープだね。微妙なワープだよ。あれ信号無視できるってね。信号無視できるね。ああ、だってさ、すんげえガン出しないよね。間に合わないけど、 あんま意味ないけどね。うん、あの、うん、信号、あ、この交差点長えなって時、遅刻しそうな時にね、超ダッシュする分にはいいかもしれない。ただ元気じゃないと安全な近道をご利用ください。安全だから、うん、まあまあまあ最後に俺と一緒にね、こう両側つつる写真撮って終わりかなっていう。はいはい、こんな感じでした。あ、これで、え、これでいいのか、これでいいんじゃないの。 See you next time。 メガネの小川、メガネの星、メガネの星。